青コーナーより全日本プロレス淵正信剣道家臣入場。リング上は男たちの姿を待ちます。まさに大観衆の高鳴る鼓動が聞こえてまいります。赤コーナーよりチーム2000アキラ極道入場。円台のような地響き、選手たちの闘志に火が灯る瞬間であります。スペシャルタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー全日本プロレス183センチ105キロ、淵正信。181センチ92キロ、剣道家臣。赤コーナーチーム2000、180センチ99キロ、アキラ。175センチ98キロ、極道。今ゴングが鳴りました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。フライングメイヤーで倒します。行くのか、ボディースラム。リング内に戻ります。強烈なキックです。組み合います。逆に振り返した、顔面へのキックです。組みに行きます。返してまいります。打たせません。ここでタッチです。
掴みます。ラフ殺法に転じます。ダブルで決めていった。見栄を切ってまいります。掴んだ。喉元を狙ってまいります。そのままグラウンドに持っていきます。ロックアップ。ブロンコのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。腕を狙ってまいります。腕をフックします。 DDT でマットに突き刺します。組み合います。バット倒します。にわかに館内の温度が上昇してまいります。ロックアップ。投げてまいります。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。掴みます。喉元に打ち込んでまいります。行くのか。フライングメイヤースリーパーで締め上げます。ロープに逃れます。スイッチしてまいります。させません。ここは戻ります。蹴りを見舞ってまいります。スイッチしてまいります。組みに行きます。倒してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。足を狙ってまいります。逆に投げてまいります。乾いた音が館内に響きます。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。リング上は首4の字固めであります。ロープブレイクであります。行くのか。グラウンドでの攻防に持っていきます。ロープブレイクであります。腕を取ります。アームロックの体勢。ロープに逃れます。抱えます。リバースで返します。組み合います。ロープに引っ張、足を殺してまいります。キックを打っていきます。ボディスラムで叩きつけます。ストンピングです。ここでタッチです。腰を落とします。耐えます。ここでタッチです。10分経過。天命ロックアップ。コーナーに振った。
パーで切り返してまいります。行くのか。対角線に飛ばした。逆に切り返します。膝を狙ってまいります。ロックアップ、グラウンドに持っていきます。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。ボディースラムです。リング内に戻ります。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。スイッチしてまいります。フロントからのキック、ここでタッチです。組み合います。場外に落とします。リング下に降ります。膝を殺してまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。腕をフックします。 DDT。リング内に戻ります。リング下に降ります。ボルテージが上がります。リング下に降ります。行くのか。わっと、鉄柵。腕を捉えます。エルボー。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ストンピングです。組みに行きます。ボディースラムで投げてまいります。15分経過。リフティンメーパー。心の連携が冴え渡る。首を締め上げてまいります。組み合います。コーナーに振ってラフサッポーに転じます。場内のファンもこうしてまいります。関節を狙ってまいります。ロープに逃れます。スイッチしてまいります。蹴ってまいります。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。顔面が歪みます。組みに行きます。投げ技を使う格闘技っていうのはね、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんです。プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないです。そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど。
投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。ロックアップ。パンチで返します。膝を狙ってまいります。ネックブリカードロックで落としてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。ロープに飛ばした。抱えます。脳天を打ち捨てます。パイルドライバー行くのか。ロープに突っ込んで、あっと後ろに投げてまいります。行くのか。ロープに飛ばした。スイッチしてまいります。ロックアップ。ロープに引った。組み合います。ボディスラムです。対角線に飛ばした。ランニングしたのエルボー。ここでタッチです。掴んだ。エルボーを落としてまいります。心の連携が冴え渡る。抱えます。耐えます。させません。掴んだ。エルボーを振り落とします。スープラ飛んで払っていった。ナックルを打ち込んでまいります。リング下に落とします。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。足を殺してまいります。フロントからのキック。あっと鉄柵。残り試合時間5分。リング下に降ります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。蹴ってまいります。ロープに振って
バックを取ってテイクドロコーナーよりパンクラスグラバカ郷野明宏入場。
赤コーナーよりパンクラスイズム渋谷おさみ入場。さあ、見事に鍛え抜かれたこのボディ、渋谷おさみが入場であります。異種格闘技戦、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー、パンクラスグラバカ、176センチ、87キロ、郷野明宏。赤コーナー、パンクラスイズム、185センチ、88キロ、渋谷おさみ。今ゴングが鳴りました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。この辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。パンチを打ち込んでまいります。抜けてまいります。膝へのキックです。パッとパンチであります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。逆に返します。ローキック、バックに回ります。外してまいります。テイクダウン、マウントに移行します。ブロックします。レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの力を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ガードちゃんと上げた方がいいですね。ちょっと危ないですよ。はい、逆に倒します。足を取ります。あっと、膝十字で切り返す。ロープに逃れます。あっと、逆に倒した。パンチで返します。させません。ストバックに突き刺さります。これは読まれてますね。下から切り返します。掴みます。キックで返します。腕をフックします。テイクダウンを奪った。スイープで切り返す。嫌がってますよ。はい、マウントを取った。今だと思いますね。はい、逆に上を取った。させません。ガードした。あっと、モロに食らった。これ危険ですよ。フロントに捉え、打たせない。強烈キック攻撃。気をつけた方がいいですよ。
ドした、ガードした、逆に上になった、危ないパンチ攻撃させません、マウントに移行した、下から切り返した、頭を掴んで膝頭を入れていく、ガチッと組み合ってバックを取ってチョークスリーパー落とすのか、耐えました、あーっとパンチ強烈、なんと下から返した、あーっと逆にパンチブロックした、グラウンド状態からのパンチ攻撃、パスガード、あっと返した、あっとフック強烈、顔面を捉えた、いけるか、あっとそのまま投げていく、フックを打っていく、蹴っていった、掴んだ、ニーリフト強烈、フック膝を突き上げていった、あっとフックマウントを取った、逆に上になった、ブロックした、マウントに移行した、ガードの体勢、ストバックに突き刺さった、ガードした、アキレス腱を決めに行った、ここで無念のゴング、青コーナーより01サモアビースト入場、全てが未知数であります。この男入場してまいります。赤コーナーより WAR 平井信和入場。
平井信和が入ってまいりました。ビーストサモア、スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。ビースト青コーナー01 188cm 120kg サモア、ビースト赤コーナー WAR 185cm 110kg平井信和。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ、表情ってもうね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。リング下に降ります。ロックアップ、ボディースラムで投げてまいります。いやー、馬場さん、目まぐるしい展開ですね。休む間もなく攻め合ってるという感じですね。そうですね。リング内に戻ります。掴んだ、ボディースラム、フロントからのキック行くのか、ジンクラッシャー抱えます。馬場さん、ライバルがライバルを育てるみたいなことはあるんでしょうか。それはそうでしょうね。自分が強くなれば相手も強くなりますからね。負け前として練習しますから。はい、蹴りを見舞ってまいります。この辺り切れ味鋭いですよね。これはものすごい重たいですよ。はい、馬場さん、お願いします。ちょっとまだ甘いです。なるほど、抱えます。キックを打っていきます。チョップであります。掴んだ、逆に投げてまいります。逆水平、ドロップキックであります。腕をフックします。させません。蹴ってまいります。足を取ります。返し技冴えてますね。一瞬の目は離せないです。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。見栄を切ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。顎を叩きつけてまいります。腕をフックします。フロントからのキック、抱えます。耐えます。振りほどきます。腕をフックします。あっと DDT、 肉体を躍動させる。腕をフックした。あっと耐えた、外した、組み合った、逆にロープに振った、ジャンピングエルボー、足を殺していった、エルボーを打ち込む、借りてさせません。いけるか、逆に振り返して、コーナーから
す。小脇に抱えたバックドロップが綺麗に扇子を広げた。エビに固める。ママさん、これはしんどいですね。一つ一つに重みがありますからね。正面から投げを見舞った。フィニッシュに持ち込むのか。バックに回った。今の技ご覧になりました。そうですね、君の取りようがないですね。一気にいくか。裏投げに転じる。これで決まったか。カウント2つ。ボディスラムで投げつける。一気に両立するのか。引っこ抜きか。リバースで返した。トゥーカウント、まだ足りません。首がために持っていく。ロープブレイク、ロープブレイク。組み合った。ロープに振ってエルボー。ラリアット投げ倒し。強烈ダブルに。フロントキック。奥歯をかみしめた。さあ首をかっきった。バックを取っジャーガー起き上がってもう一回持っていく。カウント3つ、カウント3つ入りました。青コーナーより最強外人の称号を胸にベイダー入場。さあ、戦慄のベイダータイムが始まるのか。皇帝戦士ベイダーが入ってまいりました。赤コーナーより恐れ知らずのノーフィア高山義弘入場。
そびえ立つアパッチタワー、ノーフィア高山義弘が入場であります。ベイダー高山、高山、ベイダー。スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。高山、ベイダー。青コーナー190センチ170キロベイダー。ベイダー。ベイダー。赤コーナー196センチ125キロ高山ゴングが打ち取らされてまいりました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけども、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね。よし、になるんじゃないですかね。ラリアットを打ち込んでまいります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。キック攻撃を見舞ってまいります。ロックアップ、ロープに来ました。ボディアタック強烈、あっとパンチであります。行くのか、ボディスラムです。ラリアット攻撃であります。バックドロップさせません。掴んだ、強烈に打ち込みます。パンチを打ち込んでまいります。逆にバックに回った、ラリアット後頭部、体を預けます。腕をフックします。ニーを突き上げます。組みに行きます。馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。ものすごい転写打ち、出た、豪快パワーアップ、カウンター、ガジェット組み合って、そのまま締め上げる、ハンガーを落としていく、足を狙っていった、抜くのか、あっと返した、ボールを返します。掴んだ、蹴りをぶち込む、エルボー強烈、腕を回した、あと逆に投げていった、足りてー、もうなりふり構いませんね。そうですね、ラリアット強烈、小股に挟んだ、決まったか、頭を掴んで2位を突き上げる、ジャンピング2位、岸壁の母の胸に抱かれました。組み合った、コーナーに振った、なだれ式のブレーンバスター
青コーナーより、うなれ剛腕、リキラリアット、長州力、入場。スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。鶴田青コーナー184センチ115キロ長州イーキー赤コーナー196センチ127キロ、ジャンボー鶴田。打ち鳴らせ、今ゴングだ。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですが、いかがですか？そうですね、両者いつもと変わりませんけども、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね。良い試合になるんじゃないですかね。ブレンバスターから前に落とします。立ってまいります。ボディースラム、組みに行きます。
ロープに引っ張った。キチンシンク、胃袋攻めです。行くのか。ロープに振って。ストマットへの攻撃であります。腕をフックします。パンチを打ち込んでまいります。抱えます。ダブルアームスープレックス。ババさん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。ストマックを狙ってまいります。組み合います。リング上はコブラツイストの体勢。腕を回します。無尽蔵のスタミナを誇ります。このジャンボ鶴田、相手の技を全て受け切ってもなおかつ余裕のある鶴田のタフネスボディ、まさに鬼か魔物か怪物かといったところでありましょうか。掴んだ。ボディスラムで投げてまいります。やってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。レスラーに技を振っても変わる攻撃はものすごくうまいんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりも上手に変わるので。抱えた。正面から投げていった。引っこ抜きか。リバースで切り返した。絞り上げる。耐えました。腕をフックした。ブラインバスターで叩きつける。組み合った。コブラツイストに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。蹴っていった。ボディスラムで叩きつけた。すごい音がした。ロープに振った。振り上げていく。逆に振り返して、あっとエルボー抜くのか。ダブルアームスープレックス。ブレンバスター行くのか。そのまま叩きつけていった。トップロープを奪う。ハンマーを振りかざす。腕を取った。逆に振り返した。ガチッと組み合って強烈に締め上げる。腕を回した。打たせない。おっと外した。奥歯を噛みしめた。バーバー後頭部を通打。カウント 2.5。 まだまだです。抱えた。ダブルアームで投げていった。引っこ抜きか。ダブルアームで投げていった。うまく切り返した。小脇に抱えた。あっと耐えた。エルボーで返す。バックに回った。バックドラップ。まさに怪物級。あっと返していった。サイドを取った。ひねりが効いた。バックドラップ。腕をフックした。させません。外した。キック。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。
ですね。無意識のうちにやってると思いますよ。トップロープを狙う。青コーナーより戦慄の暴走王小川直也入場。さあ、小川直也が早くも臨戦態勢、狂気の目をしながら入ってまいりました。赤コーナーより先日のアルティメットチャンピオンドンフライ入場。スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。小川、青コーナー193センチ115キロ、小川直也。赤コーナー185センチ110キロ、ドンフライ木槌がゴンの眠りを覚ましてまいりました。さて、放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。これはもう見るしかないんじゃないですかね。そうですか。テイクダウン、強烈に打ち込みます。外してまいります。
ローを打ってまいります。足を抱えます。いやー、馬場さん、目まぐるしい展開ですね。足も間もなく攻めてるという感じですね。そうですね。上を取ります。下から返してまいります。ストマックを狙ってまいります。パスガード、ガードを取ります。ストマックに突き刺さります。マウントを取ります。馬乗りからパンチを浴びせる。あー、マウントパンチ。足を絡めます。させません。レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。顎を狙ってまいります。組みに行きます。僕ら専門家がね、こういった受け身の形を見ているとまだホールにならないっていうのがね、大体わかるんですよ。ああ、そうなんですか。2位を蹴り上げます。ロックアップ、逆に返します。戦慄のアリゲーターの意味を取ります。このドンフライ、本日の試合でも凶暴な肉食獣の牙を対戦相手に突き立てていくのでありましょうか。顔面に突き刺さります。このあたり一発一発が重いですね。あれはものすごい重たいですよ。逆に上になります。スイープしてまいります。パンチで返します。ガードします。バックからパンチを落としていく。バックに回ります。ストマックへの攻撃であります。抜けてまいります。そのまま倒してまいります。グラウンド状態からのパンチ攻撃、ブロックします。危ないパンチ攻撃、ブロックします。マウントに移行します。させません。ブロックした。おっと、外した。アッパー気味のパンチ、抱えた。打たせない。おっと、逆に返した。逆に上になった。そのままパンチを払っていく。下から切り返した。ガードした。スイープで切り返す。ローキック、バックを取って、スリーパー、ガッチリ入った。キック、ものすごい。あった、あった。組み合った、締め上げていった。膝頭を入れていく。あと、フック、あと、マウントからのパンチ。アマルス式のタックル、逆に上を取った。させません。ブロックした。さあ、腕不思議の体勢だ。ギブアップを宣言しました。
青コーナーよりノーフィア恐れ知らずのこの男大森隆雄入場。赤コーナーより全日本プロレス21世紀のミスタープロレス武藤圭司入場。大森、大森、スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。大森、青コーナーノーフィア190センチ110キロ大森コーナー全日本プロレス188センチ110キロ武藤圭司。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか、足を殺してまいります。足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。行くのか、フライングメイヤー。腕を回します。まさに行き詰まるような攻防。馬場さんはどのあたり注目されてますか？まあ、どっちが優勢というんじゃなくてお互いに意地がありますからね。はい、あります。組み合います。このあたりラフに転じてまいります。ロックアップ、対角線に飛ばした。立ってまいります。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ。腰を落とします。ドラゴンスクリュースタンディングを取らせます。さあ、
天才を超えた魔術師ウィザードであります、この武藤敬司。そのアメリカナイズされたレスリングテクニック、生まれ持った天性の才能、持ち前のスター性、まさに全てがメジャー級であります武藤敬司。組に行きます、ネックブリカードロップで落としてまいります。浴びせ蹴り、キックを打っていきます、顔面へのキックです。組に行きます、逆に投げてまいります、腰を落として逆エビ固めの体勢です、起こしてまいります、膝を殺してまいります、ブロックした、蹴ってまいります、エルボードロップ落としてまいります、掴みます、膝を狙ってまいります、リング上は足4の字固めであります。足を狙ってまいります、効きましたね、安全になりましたかね、蹴り上げていく、膝でピンポイント集中砲火、ガードした、キック、太陽を預ける、アキレス腱を決めにいった、岸壁の母の胸に抱かれました、ドロップキック、エルボードロップ強烈、首根っこをつかんだ、なんと逆にキック、つかんだ、膝へのドロップキック、小脇にかかリバースで返した、カウント2で返します、ピンポイント膝、シャイニングウィザード先行魔術師、掴んでエルボーを入れていく、立たせていく、うまく切り返した、もう精神力としか言いようがないですね、もう無意識のうちに返しているんじゃないですかね、はい、立たせていく。